五百羅漢駅は、伊豆箱根鉄道、大雄山線の駅です。1925年、大正14年10月15日、刈小田原駅から大雄山駅間の開通時に、大雄山鉄道の五百羅漢駅として開業しました。その後、合併した後、伊豆箱根鉄道へ社名変更しました。五百羅漢駅の駅番号は ID4 です。1日の平均乗降人員は1442人2019年度であり、大雄山線12駅中8番目の乗降人員となっています。穴部方面側には小田急小田原線が大雄山線をまたいでいます。また、穴部方面北側には伊豆箱根鉄道大雄山線保線地区の建物があります。構内踏切を横断してホームに渡ります。玉宝寺に来ました。玉宝寺には500余りの羅漢像が並んでいる市指定重要文化財の五百羅漢があります。